こんばんは、じいでございます。こんばんは、旦那ちでございます。ちょ、映ってないんだけどね。今日、まあ、今回は、まあ、正月なんでね、せっかくだからおせちっぽいものを食べようかなと思い、ちょっと見えないかな、あとで見せればよくない？そうだね、そうだね。おせちパフェっていうものを買ってきました。まあ、まあ俺買ったり取るっつってたからね、はい、前回の何だっけ、紅白パフェで、あとこの前その紅白パフェの時に仲間がいたんですけど取れなかったのも1個いたんですよね、うん、こちら紅白たい焼き、ズズン、なんでそいつもね、うん、捕まえて、うん、一緒にレビューしていこうかなと思います。よろしくお願いします。どっちからいきますか？うん、どっちでもいい。たい焼きからいきますか。うん、そうだね。これ思ったよりちっちゃいんですよ。笑っちゃうぐらい。たい焼きじゃねえぞこれみたいな。2個入ってますよ。たい焼きのイメージで言ったらね、これお正月価格？そうでもねえか。どうぞ。結構可愛いんだよね。ほら、泳げたい焼きくんだよね。やべやべ。違うやつ。いただきます。え、食べちゃうんだもう。え、いや、それ割らなくてよかったんじゃないの。割りつらいで、これ包んであるやつだから。そうね、あ、まいただきます。うん、たい焼きは尻尾から食べる派ですか？今こっちがね、クリームが出そうだったからそうしてみたいと。クリーム変わった味しないですか？フルーツ系の、うん、なんだろう、ミルククリーム、全然フルーツじゃないし、うん、体液めっちゃもちもちしてますよ、うん、普段売ってるやつ食べたことあるの？たい焼きですか？なんかたい焼きの白いやつ売ってるじゃん、ローソンさん。ね、うん、多分1回ぐらい食べたことあるんです。あれも結構もちもちしてました。このしっとりもちもち系の生地ですね、うんうん、じゃあとりあえず次おせちパフェいきますか、うん、まだ食ってるしみたいな、うん、はい、準備しといていいよ。もう正月っぽいね、うん、色合いが3日までだ。そうだ、1月3日まで、うん、この動画が上がってる頃にはね、やべえ急いで買いに行かなきゃってなると思うんですけど。頑張って探してください。そうなんか、こんな感じで、ね、美味しそうだよね。黄色、ピンク、白、ちなみに緑とかいろいろ入ってるみたいです。栗はいますね。これ栗だね。だと多分団子。これなんだろうね。それカスタードクリーム。マジ。キントンクリームって書いてありますね。キントンクリーム。キントンクリーム、まあ、栗。あ、栗キントンか。キントンの木に、抹茶クリームで黒豆が乗ってます。うん。うん、ということでね。食べていきましょう。うん、かわいい。ちょっとね、もったいないような気がしますけどね、こんなかわいいのね、食べちゃうなんてね。これまた、ダナチ、たくさん食べる？うん、大丈夫です。俺も食べきれねえよ、こんな。これ舌がね、スポンジ？これ、いや、これもあ、スポンジが1個あります、ね、うん、その舌なんだろう。生クリーム、多分抹茶だと思う。抹茶？すげえ贅沢だよ。いただきます。じゃあこのまず黒豆からね。黒豆の金箔かかってる感じでね、うん、黒豆落とすみたいな。うん、豆、ピンクのは、ピンクな餅でしょ、 100% 餅でしょ。うん、もう喉使えそうな餅。おせちもいいけど、これよくわかんない謎のね、謎のクリームだよ。あ、栗だわ。モンブラン的な。うん。栗。これも栗。
これ何ですか、これ緑のメロンですかね。食えねえよ、こんなん。これ抹茶だ。黒蜜入ってる。うん、下も抹茶かな。クリーム、なんだっけ、黒蜜、スポンジ、うん、また抹茶、また抹茶の構成ですね、うん、なんか下の抹茶はそんな甘くないです、ね、うん、むしろこう大人の苦味があるね。いいこと言いますね、うん、これいくら、まあまあいい値段すんの、お正月価格、まあ、324円だからね。まあまあそこそこ 安かねえな。でもこう甘さのバランスがしっかり取れてるから美味しいですよね、うん、とても美味しい。これ女子好きだろうね、こういうの。うん、これ甘いの苦手な人とかでも絶対食えますよ、うん、うん、なんなら下の抹茶本当に甘くないね。抹茶風味のクリームみたいな。、うん、でクリームなんだけど上は甘かった。上は甘かった、ちょっとね、うん、してない。おかしい。ほぼ入ってきてんじゃん、うん、ごちそうさまでした、うん、これが3つ。うん、うん、こう縦に作っても意外と甘さ控えめ。だいぶ上の物体も甘くないね。てか抹茶のほろ苦さで、うん、甘さがちょっと軽くなってる感じはある、うん、たまにはねちょっとね、うん、レビューっぽいこともね言っとかないとね。お茶飲みて。そう、これはコーヒーっていうかあったかいお茶とね、うん、ここが寒いから多分あったかいお茶がいいのかなって思うけど、うん、本当にほうじ茶とかだとね結構合うと思うんですよ。ごちそうさまでした、本当ごちそうでした。たまにはね小さい贅沢もね、うん、2人でしてね、うん、ね、1月3日までなんで急いでね今から走って、これを見終わってチャンネル登録をし終わったら、うん、急いでローソンに行ってくださいですね。じゃないと売り切れてるよ。そうだね、うん、というわけで、はい、ご視聴ありがとうございました。今年もよろしくね。よろしくお願いします。